接種について内容液が生理的食塩水や偽薬偽薬ですねが試されている確率はどのぐらいなのでしょうか。これは個人的にはゼロだと思ってます。一般的に製薬会社が作っているもので市販されてるやつですね。でだから僕らで言うと卸問屋みたいなのが薬にも当然あるわけなんですけど、それに頼んで発注する。僕だってだから一応病院だし、一応私医師免許持ってますから発注しようと思ったらできるわけですよ。でそういう風なバイアルですねで生理的食塩水や偽薬になってるものはないと思います。そんなもう一個でもバレたらめちゃくちゃ大きな問題になりますし、簡単に成分調査できますから、そんなことをするわけはない。そこまでやってる人たちは甘くないというかバカではありませんので、そんなことするわけない。これはインターネットの陰謀論に振り回されてるだけだと。で一つ確実に言えるのは、ロットによって後遺症とか副作用の出方が違うっていうことは世界中で指摘されていて、これは確かにあると思うんですね。そうすると濃度の差っていうのは当然ながらあり得るんじゃないかというふうに思いますが、それでも成分は全部入ってますね。でその濃度に違いが生じても、それは製造過程の中で出た誤差に過ぎないって言ったら、それは全然言い訳は立ちますから、それは当然ながらあり得るんじゃないかと思うけど、ゼロっていうので生理的食塩水とか絶対ありえない。これも素人しかこんなこと考えないよっていう感じで、プロやったらそんなこと考えません。ただ例えばさ、何でもいいよ、大御所というか偉そうなあの総理大臣でもいいよ、総理大臣の人が売ってるものっていう風なものが本当にバイアルから注射液を抜き出して、それを本当に注射してるかどうかって言うと、これまた別の問題になりますね。それは別に水を注射したって別にいいわけじゃんっていうことだけど、それとバイアルに入ってるものを混同するのおかしい。まあ、それも基本的にやっぱ素人の発想になってしまってるわっていうふうに思うので、そんなことを医者でね反対してる人たちも真面目に考えてる人いないですよっていうことで、それはちょっと別に考えてもらいたいなっていうふうには思いますね。偽薬ではね絶対死なないからね人間はね、そこはちょっと考えてもらいたいなと思う。治験中だけどっていうことを踏まえても、治験中だっていうことを踏まえてもそれは全然関係ない。治験っていうものは一応治験としてもやる、治験っていうのはいわゆるダブルブラインドでやるっていうことになるから、そのダブルブラインドの偽薬側っていうのは偽薬側をちゃんと設定して、それは本人には偽薬だってことを教えないんだけれども、偽薬を設定してグループ分けしてやらなきゃいけない。治験中だっていうこの言い方にちょっと語弊があるのかな。実際にはちょっと前に欧州議会っていうところで、これはあのちゃんと公開され報道されるにまで至ってて、今欧州議会はものすごいそれで揉めてるんですけど、ファイザーはこのに対して人体に効くかどうかの試験を本当はやってませんっていうのをね公開したんですよ。それを答えたっていう風な形なんですけど、そういう風なネタっていうのは欧州議会言っちゃったから、公式に発表しちゃったから、だから問題になってるっていうことなんですけれども、それと同じことは前からも指摘はされていて、だからこれは要するに実験してんのとレベルが一緒じゃんっていうのを世界中の人たちが指摘してたわけですよね。それがだから治験と変わらないっていう言い方をするんだったら分かるけど、実際に治験してんのとは違うから、治験っていうのは治験でちゃんとしたモデルがあるわけよ。そのモデルに基づいてやらなきゃいけないんだけれども、それをやってるのと今の状態っていうのは違う。聞くのは分からんけど、とりあえず見切りで発射しましたっていうことと治験をやってるっていうことを正確には混同してはいけないっていうのが医学的な言い方になるのかなって思いますね。っていうことだから、僕はこういうふうなことがロットの中でね、ロットの中で起こってるっていうことは全然考えてはいないですね。はい、解禁とか売ってるんですか。だからそれは今話説明した通りじゃん。だからそれは分かんないだけど、ちょっと誰とは言わんけど、あんまバレたら困るから、もう某超有名議員の秘書さんと横でちょっとつながってるっていう、その秘書はその議員のことは大嫌いなんだけど、生きるためにその秘書をやっとるっていう、そういう人とつながってる人と話を、することができまして、そのつながってる人も結構私はよく飲んだりとかする人なんですけど、その秘書は、じゃあの議員さんたち売ってるんですかって聞かれて、売ってるわけないじゃないっつって、もう秘書が断言しましたから。それはそうで当たり前の話ですけど、だからそれと今の話混同されたら困んねんっていうことなの。みんなね、とにかくね、医学の話はある程度理論というか考え方とかありますから、ちょっとそこが、ね、言い回しとかがちょっとそれは誤解を招くなとかおかしいなっていうことを言ってるのはネット内の方が多いような気がしますね。現場にいないから、だからバカにされるんだよって思うことはある、っていう答えにしときますけど、どうしよう次。